ラクスジェン 7SUV は台湾の自動車メーカー、広高義社がラクスジェンブランドで発売するクロスオーバー SUV である。香港では改良モデルのラクスジェン U7 ターボ、ラクスジェン U7 ターボエコハイパーについても合わせて説明する。広高義社は2009年に独自のプレミアムブランドであるラクスジェンを立ち上げ、ラクスジェン 7MPV を同年9月に ブランド初のモデルとして登場させた。SUV はその第2弾として、同社をベースに2010年6月に登場した。2011年7月、7SUV のスポーツモデルとして、スポーツ登場。メカニズムはベースと共通だが、エアロパーツやスポーツシート等で差別化されている。2013年9月30日、エクステリアをメインに大幅改良。 同時に名称が U7 ターボに変更された。2015年7月7日、マイナーチェンジ。社名が U7 ターボエコハイパーに変更された。エンジンは排気量こそ2.2リットルに変わりはないが、ロングストローク化による出力と燃費向上の両立を実現させている。また、サスペンションのセッティングを大幅に見直すことで、ミサオ安性と乗り心地の向上を図っている。 なお、開発には、水野和都氏が参画している。なお、中国市場においても、東風広高を通じて、o 7SUV の社名で販売される。ベースとなった、MPV 同様に、ルノーエスパスと共通のプラットフォームを採用し、2.2リッターエンジンに、ハネウェル製、ギャレットタービン内蔵のターボチャージャーを組み合わせるが、一部グレードには、 新たに前後トルク配分型の 4WD も設定されている。ミッションは全車 IC オータムウィンター製5速 AT を搭載。安全面では、デュアルサイドカーテンエアバッグや e ス c ーなどを標準装備している。装備面では、ヒーター空調機能付きレザーシートを備え、オーディオは、クラディオン製、ヘッドユニットに、JBL 製スピーカーの組み合わせている。また、 クラスで唯一のパワーテールゲートを標準装備とした。ありがとうございます。